勝本は真に弓を引くか。滅相もない。お上の敵と戦うておるのです。あの者たちもお前と同じ相談役だ。彼らの言葉は全て己がためのもの。真には海の向こうを知る者の助けがいる。この勝本がいらざる時は死を賜りますよ。いや、元老院にはお前の声がいる。陛下は荒人神ではござりませぬか。正しいと思うことをおやりになればよい。あの者たちの望むことをしている限り、朕は神であるかもしれんな。恐れながら、なんという情けなきお言葉。陛下は民の思いをお忘れか。どうすればよい。教えてくれ。お上、お上は一点万丈の天使様であらせられます。お上のお言葉こそこの国に道をつけるのです。増強し学校教育の充実を図ることは急務です。かろうじて列強の侵略を阻んでいるのはアジアでは我が国だけであり、勝本参議、光栄です。わしもこの元老院に戻れることを光栄に思う。配当令をご存じないようですな。勅令はすべて吟味してある。あえて破るおつもりか。よいか、この刀が新政府を作り守る。時代が違います。今や我が国は法治国家であることを忘れなく。西洋に身を打った愚かな国がか。愚かな国にしたのはあなた方侍でしょう。国民が飢えてるのは誰の責任だと思ってるんだ。大村財閥とやらが民に施しをしたか。金はどこに消えた。貴様の懐か。勝本参議、重ねてお願いする。勅令通り刀を廃棄していただきたい。恐れながら、お上のご意志であれば。陛下の神聖なお言葉をこのような場で賜るわけにはいきません。残念ながら、この刀をお渡しするわけには参らん。致し方ありませんな。警護の者に送らせます。沙汰があるまで東京のご自宅にて謹慎願いたい。